こんにちは今日は楽しさとはというお話をしていきます。えここで、えー、何十人の方が登録してくれたのかな私記憶にあるのが夏に340人だったんですよ。今400人あと1人なんで初めての方がたくさんいらっしゃいますね。えはるなです。よろしくお願いいたします。 毎日毎日なるべく基本毎日動画をアップしています。内容は基本的にあの日々の気づき今、王の時代風の時代心の時代いろんなね新しい時代に移ったということを皆さんにおっしゃってます。この えー、新しい時代で今起きていることあなたが注意しなければいけないこと苦しさに引きずり込まれないために楽しさから学ぶ、えー、ステージに上がっていくために何をしたらいいのかどんな勘違いをしてどんな癖があってどんなことに、えー、と苦しみかけているのか困っているのかというのを方向転換しましょうというのがメインで最近は動画を撮っています。 では今日は楽しく学ぶ楽しさからあ、えー、と得ていくことで苦しさから抜け出していく、えー、苦しさ嫌なこと苦しさとは嫌なこと、えー、もちろん虐待とかねえっ、ー、と暴行とかそんなもの全然論解ですが嫌だなとかは困ったなっていうことも含めて嫌なことが起きなくなる日々を過ごすために。 楽しく生きるために何をすべきかということを今日は掘っていきますさて楽しさというのを勘違いしている人がいるということをメインテーマにしていきますえ楽しいって何よっていうことをメインで話すのでまず共通認識で楽しさをお話し,しましょう楽しいっていうのはこれからの時代学ぶこと学びながら技術を高めること 自分の心が満たされていくこと、まあ、セックスも含まれますこういったものが勉強とかね学びとかね含まれて楽しさの中にカテゴリーとして入りますで今までの苦しみから学ぶ時代というのは盾という世界縦って何かっていうと感情が縦に触れるハイテンションになるでローテンションになる これ記憶にありますよねちょっとごめんなさい、えー、その話をするとその苦しみから学ぶ時の話をすると言葉に詰まるんですよほんとしゃべれなくなりつつありますね困った困った、えー、ギャンブルであるとか、まあ、もちろんあの過激なセックスであるとか、えー、頭を範囲にして、まあ、薬もそうですよね あとは人をいじめたいとか誰かが苦しんでるのをみんなであの楽しむとかいうようなこう心が全く働かない、えー、精神だけがこう異常にハイ,ハ,イハ,イハイ状態になるって言うんですかアドレナリンがたくさん出過ぎてしまうというかアドレナリンじゃなくてドーパミンか、まあ、そういうような状態を楽しいと言いました。 これは楽さによって楽しさを認識したって意味ですよねというのも物の時代は心が働かない時代ですで心が働かないために心ではなく感情の楽さで楽しいということを認識したんですよ縦ですよね高いあの喜びというか楽しいという高い興奮状態で嫌なこと苦しみという低い精神状態これを 楽しさを認識するために使っていた感情ですでこれ心がね働いてないから大きくぶれないと楽しいって認識にならなかったんですよここが問題だったんですねで、えー、楽しさっていうのは最近ここで変わってきました 少し前ままでは心があんまり動かない状態だよ少しこういいことがあったりとか嫌なことがあってもいいことがあったりとかいうのが楽しいだよ、えー、学んで自分の技術が上がっていくことを地味にじわじわ喜ぶことだよっていうお話をしてきたんですがここでね9月で多分レベル変わったんですね8月から9月にかけて変わったんだと思うんですよ。えー、すごくこう周りを見ていてこれじゃダメなんだなということが見えてきました。 じゃあどんなことがいいかっていうと興奮しして喜ぶことはは楽しさではないですじゃあどういうことかじわーっと心が満たされていく。これあの器って話をよくします私、えー、体のことを、えー、と筋肉とかあの魂の入れ物とかいう意味の、えー、と筋肉とか内臓とか皮膚とかそういうことではなくこれを総称して魂の入れ物をペイ皿と書いてペイと呼ぶんですよ。 ペイの器が、その中にこう、心という感情、働き出すと、ペイが満たされていく。愛で満たされていく。喜びで満たされていく。満足していくっていうね、ことが起きてくるんですね。で、満たされれば満たされるほど良いものが降りてくる。 自分にとって必要なことやもの、時間であったり、ものですね、洋服であるとか、今ね、寒くなってきましたから、洋服であるとか、えー、食べ物であるとか、体に食べ物であるとか、出会い、人ですね、人であったりとか、もう本当に自分が困ってることを助けてくれる存在、これはあの必ずしも人とは限りませんよね。例えばあのこの ワンちゃんと出会ったことで私の人生はあの変わりましたっていうね人もいますから必ずしも人とは限りません仕事かもしれないしねで一つ一つお話ししていきましょうあやばい忘れた、えー、じゃあちょっと <laughs> 降りてくるものから話しましょうえー、っとうん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  楽しく満たされるって話でししたたたたよよねね満満さされれるるが何かっていうのは、えっと、感情が高くなったり下がったりというこういう縦の動きではない横にあの満たされていく器に器ってあ,の、まあ、あなたから見た私っていうのはこう人間という、ね、形をしてますが魂の器ってボールみたいなものですよって半円球のものですよって話をしています。でこここのの半円球のととろにあの物やことが入って あななたはその生きやすくなっていききまますす楽しくなっていきますってていいうことを前の動画で話しています。でこの半円球のものにエネルギーというかエネルギーですね水のようなエネルギーって表現していいですかねこれが降りてきて注がれていくんです。で毎日使うわけですよこのエネルギーを。生きるために前に使う減るしお金みたいなもので出ていくし捨てることによっても出ていくんですよね。 そうすると開いた分だけ上から降りてきていっぱいに満たされるこの循環が、えー、昼の時代、王の時代今の時代の特徴ですただ移行期が500年ありますもうすでに14年14年か経ってるはずなので486年ぐらいか、まあ、あのぐらい移行期があります と、ワイオ,オ理論では言っていますが、王の時代を解説しているワイオ理論で言っていますが、私も本を出しています。これに関しては、王の時代一、王の時代二、王の時代三四、四冊、私は本を書いています。興味があったら読んでみてください。で、この王の時代のワイオ理論に書いてある。その入ってくる。えっ、ー、と、自分が亡くなると、必要なものは入ってくる。 必要なものとことは入ってくるって表現されてるんですがこれは今言ったように、えー、満たされることによって入ってくる。でこの満たされるっていうことが非常に難しくて人によって違うわけですよ。私もあなたもあのあちらさんもどの方も違うんですね。例えば 美味おいしいものを好きなものを食べることで満たされる人もいれば大好きなグッズを買うことによって買い集めることによって囲まれることによって満たされる人がいまますよね、ま、たはあのうち猫飼ってるんですけど猫と一緒に夜寝るんですが私が寝るともう走ってきて足の膝の上にドーンと寝て転がってゴロ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 して寝ちゃうんですよ2匹が。場所取り合いして まあこういうの見た見てるだけで癒されるわけですね。まあ、これ満たされると言います。こういう人もいます。また誰かとおしゃべりすることで発散することですごく満足する。満足っていうのも満たされる一種です。えー、お花しゃべりすることで満たされる。ただ愚痴を言い合って見渡されることは多分ないと思うのであの推しとかねあのアイドルまあアイドルも推しですか <laughs> アニメの話とか何か自分たちの共通のね 話をするることで満たされるってありますよねあと、まあ、好きなものを食べるってさらっと言いましたけどスイーツ食べると満たされるってスイーツーバーに友達と行ってもう好きなものありとらられるものを食べてみると満たされるっていうことがありますよね。でここで健康に悪いよねとか甘いもんこんなに食べちゃダメだよねとか言っちゃダメですよ。ちゃんとあの 食べ過ぎた時って歩かされて消費させられるっていうのも今の時代なので、えー、欲しいものを大量に体に入れてあ食べ物とは限らないですよ自分に入れてその場合出さなきゃいけないという入ったものオーバーに入った分その分出さなきゃいけないっていうことも起こるのが昼の時代の特徴です。で私はよく えー、ちょこっとこう夜食べちゃったりすると歩かされますねこの間もバス停左に行けば 5m ーー先にバス停あるのに初めて行ったところなんですがずっと延々と2,000歩歩かされました往復でもう疲れ果ててタクシーに乗りましたタクシーをふっと横見たら反対方向に走った 5m ーーのところにバス停あるんですよ なんで私はあっちやこっちには行かされたの Google 先生にと思いましたね <laughs>。でもこれは余分に食べ過ぎてカロリーオーバーだからそれはよ楽しかったかもしれないけどちょっと食べ過ぎたねじゃあ歩いて解消しようねっていうまあお知らせでやったことだと思っています。ということで楽しいことでやり過ぎた時はあの揺り戻しきますよっていうことも含めて 自分の楽しいを追求してください。絶対にこの楽しいの中にやってはいけないのは人をいじめること、動物をいじめること、何かを虐待すること、他者を苦しめることによって楽しむという趣味は、えー、受け入れられません。というのも自分の周りに囲い,いがあるんですよ、実は。全員囲い,いがあって、この囲い,いから手足を外へ出す他人の領域に入ると、切りやり、りと落とされます。 おせっかいという名前の制裁が来ます。で、この制裁が強くなってますね。去年よりも、今年の春よりも、夏よりも今が強いですね。何体験したか今、ふっと出てこないんですテーマと違うんで出てこないんですが、おせっかいはだめです。またおせっかいのところでお話ししましょう。今回は 楽しさは満たされることというお話をしましたで。じゃあこの楽しさが満たされると何が起こるのっていうとえどうしてもまだねお金のことを考えてしまう人が多いからお金のことを言いますがお金が満たされますえ。何よりもお金ではなく何よりも時間が充足します。というのも昼の時代は時間がお金よりも上のランクになります。え充実した時間自分の時間 大切にするものとして時間がナンバーワンになりますで、そのあお金は一番最下位になりますだから時間をコントロールできるようになるとお金もうまくコントロールできるようになりますまたこれはこれで動画撮りますねえということで満たされることを毎日必ず何かする習慣つけましょうね 簡単なのは、もう本当に好きなものをちょっと食べて満たされるとかね、音楽聴いて満たされる、小説読んで満たされる、漫画読んで満たされる、ね、誰かとね、子供なり、ペットなり、何でもいいから遊んで、友達と絡んで、ね、彼氏、彼女と絡んで、奥さんと絡んで、楽しむ。何かどんな方法でもいいので、お気に入りの店員さんの顔を見に行く、あの、お気に入りの店員さん作ってくださいっていう動画も上がっています。でも、ストーカーはダメですよ。はい。 いろんなダメがありながらも良いことをやっていってください。またねー。